はいこんにちは心理学をもっと身近に学術系コンサルティングのセカンダリー幼いでございます、えー、今回はですね公認心理試験対策講座オンライン2020心理学2択クイズこれからのパーソナリティ診断パーソナリティ障害の診断というテーマで短く簡単にお話をさせていただきたいと思います こちらですね Twitter の「公認66」というアカウントがあるんですがそちらで出題させていただいた問題の答え合わせをするそんなシリーズでございますこのような問題出題させていただきました DSM5 ではパーソナリティ障害に対してカテゴリーとディメンションを組み合わせた診断が提案されている「○か×か」の2択でございますいかがでしょうか えー、アーカイブでご覧になられている方、えー、多いと思いますので、えー、少し考えたいという方はですねこのあたりで動画を止めてですねお考えください回答申し上げてしまいます、えー、こちら、えー「丸でございますこのあたりの領域不安な方はですね公認心理試験必勝キーワード W6 の173ページあたりをご確認ください、えー、そうですね、あのー